路上喫煙禁止条例とは、路上でのタバコの喫煙行為をなくすことを主な目的とした日本の条例の総称である。歩道上に設置された路上喫煙に対する2000円の過料を知らせる標識路上喫煙禁止条例は、路上での喫煙を規制する条文、または歩行中の喫煙を規制する条文が含まれた条例の総称である。事例によって、 環境条例や歩行喫煙禁止条例など様々な名称の条例が含まれる。東京都千代田区がポイ捨てに対する罰則規定を設けた安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例を2002年に制定し、かつ当該行為の取り締まりを実施した。強制力のない努力義務としての条例はそれまでにもあったが、 成人の良心やモラルを信頼する前提の条例でしかないため、それにも限度が出てきた。千代田区の条例制定を皮切りに、他の自治体でも類似の条例を制定するもしくは条例内に罰金や過料がない禁止、または努力義務を組み込んだ条例を制定する動きが広まった。千代田区の場合は過料を落として2000円を徴収している。 水柄や空き缶の散乱を防止する環境条例と関連づけて制定される自治体も多い。しかし、安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例にて、過量処分を導入した千代田区は、過量徴収はあくまでモラル工場の手段であり、これを罰則などいらないマナーへの回帰を目指すとしている。文園を推奨する中野区では、区役所から、 民間委託で灰皿の設置に進んで取り組んでいる。反対に、千代田区では開始当初は灰皿を設置せず、喫煙を禁止していた。地方自治体ごとの考え方や取り組み方によって、条例もそれぞれ異なっている。下記はその一部。過料徴収を明記している条例では、路上禁煙地区内で喫煙した者、もしくは職員からの是正命令に従わなかった者が、 徴収対象者とされている。その場で職員に過料を納付するか、現金の持ち合わせがない場合らは、銀行振込等による効能によることが多い。もっとも、効能を選択しておきながら期限までに納付しないものもおり、例えば、千代田区では、効能選択者のうち8割が、期限までに支払わないという問題も起こっている。過料を犯す場合には、相手方に対して、 告知や、弁明の機会を与える必要があるが、指定した期間までに納付されない場合、地方税の滞納処分と同じように、強制徴収を行うことができる。地方自治法に定める過料は、行政庁による過料と手続きが異なり、非正事件手続き法、裁判所によらず、地方自治法にのっとり手続きが行われる。しかし、路上喫煙禁止を謳っていても、喫煙には、 紙巻きタバコ以外にも、パイプやキセルの喫煙具を使った、喫煙方法、紙タバコや鍵タバコなど、様々な喫煙方法がある。もっとも、過量の徴収を一番初めに実施した千代田区では、紙巻きタバコでの吸い殻や、空き缶や、空き瓶や捨て看板のポイ捨て等で、区内の路上が汚くなった経緯で、千代田区生活環境条例を導入した経緯があり、 紙巻タバコ以外の喫煙具を使った喫煙は、千代田区の条例を模倣した各地方公共団体では、紙巻タバコ以外での喫煙の取り締まり、過量の徴収は不明である。路上での喫煙行為は、医学系諸学会、公衆衛生団体などが警告している、受動喫煙による健康被害への意識の高まりや、タバコの火による火傷や、服の焼け焦げ、 火災の誘発、吸い殻のポイ捨てなどを引き起こすなど危険を伴う行為であるという声が高まり、タバコと喫煙者への批判が高まるようになった。なお、1994年1月9日には、JR 東日本船橋駅構内で、歩行喫煙していた男性のタバコの火が、幼女のまぶたに当たり、救急搬送されるという事件が発生した。過失障害罪が成立する。 可能性があるが、当該行為者を特定できず、検挙に至らなかった。これらの路上喫煙による被害を未然に防止し、地域住民等の生活安全を確保することを主たる目的として、各自治体で制定が行われている。なお、条例とは別に、日本国には、法律として廃棄物の処理及び清掃に関する、法律及び、軽犯罪法があるが、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の25条1項14号での、同法16条違反及び、軽犯罪法1条27号の刑事罰での、処罰の規定により、タバコの吸い殻のポイ捨ては、日本全国において処罰されうるものとなっている。路上喫煙禁止条例に2007年3月22日に、 日本タバコ産業が、京都市の路上喫煙禁止条例について、京都市長に文書を提出している。従来の受動喫煙の有害性に関する研究は、屋内、屋外を問わなかったが、屋外に限定した研究がないという理由から、同文書で、日本タバコ産業は、条例の目的、路上喫煙等による健康への被害の防止に疑問を提示、停止。 喫煙者への配慮を要望している。千代田区と日本タバコ産業が共同で、スモーカーズスタイル秋葉原を2006年10月16日に、つくばエクスプレスと JR 東日本の秋葉原駅、中央改札口横にオープンした。有料トイレと併設で無料の喫煙所を配置しており、条例及び環境美化への配慮と同区民を含めた、駅及び、 周辺の喫煙者からの要望があったとして、2006年3月に閉店した日本通運本社ビルのスモーカーズスタイル秋葉原店を場所を変更し、再開した形となる。この他にも中野区で行われている中野灰皿オーナー事業にて、区より要請を受けたため灰皿の提供を行っている。また、札幌市の大通公園に日本タバコ産業から、 喫煙所の寄付が行われた。千代田区生活環境条例に関する主な意見3月末まで、千代田区民合計7009件では、賛成意見が76%、反対意見が24%だった。成人のモラルやマナーに訴えるのは難しく、限界があると思うので、罰則を設けるのは賛成である。吸い殻のポイ捨てが少なくなった。また、 歩行喫煙が減ったことにより空気がきれいになった。当たり前のことがようやくルールになった。他の自治体でもこのような条例を作れば良いと思う。歩行喫煙は迷惑なので禁止には賛成であるが喫煙所の設置を行うべきである。携帯灰皿を持ちマナーを守って路上で喫煙をしているのになぜ帰省するのか。区内のタバコの自動販売機を撤去すべきである。 また、タバコの販売を禁止すべきである。喫煙という個人の施行を条例で規制するのは、行き過ぎである。路上禁煙地区で、歩行喫煙を禁止するならば、特別区タバコ税は返納すべきである。路上での喫煙を規制するなら、喫煙所を設けるべきである。公費により喫煙所を設置することについては、地方自治体が、 タバコ消費を促進することとなるためタバコ規制枠組み条約第3条に、また地方自治体がタバコ会社から灰皿等の寄贈を受けることはタバコ産業による講演に当たるため同条約第13条にそれぞれ違反しているとの NPO 法人京都禁煙推進研究会による批判がある。しかし、千代田区の条例のように区のほとんどの区域の行動上で 路上喫煙が禁止されている場合、喫煙者から喫煙所を設置するよう意見が出たり、公園などで喫煙をする喫煙者に対して、一部の公園利用者や近隣住人から苦情が出てたりしている。なお、千代田区の生活環境条例では、あくまでも行動上での喫煙を禁止しているだけであり、店舗式地内、コンビニエンスストア入り口に設置された灰皿等で、 喫煙する分には条例違反にはならない。2016年6月、千代田区は喫煙者、非喫煙者との共存共生の実現を第一に考えているとし、公園における分煙化または禁煙化を進めているとしている。また、空き店舗を活用した屋内喫煙所設置助成による屋内無料喫煙所の設置も推進して喫煙者、 喫煙者双方の共存を進めるとしており無料喫煙所は、秋葉原、神田において2016年7月現在18、箇所となっている。ありがとうございます。